い、こんにちは、リホコです。ポケモンの話する気満々なので、ロケット団の服を着ました。開けると銀河団です。はい、っていう感じで12月になっちゃったので、先月にプレイしたゲームのお話をしていこうと思います。いつも先月プレイした乙女ゲームを紹介しますなんですけど、先月私全然乙女ゲームやってなくって、ポケモンが出ちゃった、ポケモンが出ちゃったからマジでずっとポケモンやってました。はい。ただね、ポケモンが発売したのが15日だったので、あ、15だっけ、17だったっけ、まあ、それくらいだったので、それまで何してたかっていうと、あ、ね、早速ね紹介していこうと思うんですけど、それまではちょっと美少女ゲームになっちゃうんですけど、こちら抜きゲーみたいな島に住んでる私はどうすりゃいいですか2の方をプレイしてました。これは11月に通常版が発売したので、通常版の方をね購入して、まあ、結構ねボリュームもあったので、結構ゆったりプレイしてたんですけど、まあ、こちらをねずっとやってました。まあ1の方、まあ、こっちがねファンディスクなんですけど、本編の方をね前プレイして、まあ、めちゃめちゃ面白かったよって話はねしたんですけど、まあ、どう面白かったかっていうと、まあね、下ネタが飛び交いすぎてるので動画ではねお話ししづらいので、まあ、ブログでね、まあ、ずらずらと一人で綴ったので、まあ、よかったらね気になる方は見てねっていう感じなんですけど、でもね本当に面白いです。下ネタレベルとしてはもう最初から最後まで全部下ネタなんですけど、本当になんだろう、会話もうキャラ同士のやり取りがめちゃめちゃテンポ良すぎるんですよね。ずっと笑ってられました。もう夜中にゲラゲラ笑ってた、まあ、例えで言うと、あの銀魂のピーッってよくなるじゃないですか、アニメ中に。そのピーがずっと続いてる感じ、ピーなしで。とかお話のギャグレベルのおバカさだと、なんかボボ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 みたいなしょうもな面白さみたいのもあって、なんかそういうの好きな方とかもめっちゃ面白いと思うし、なんか下ネタで戦うっていうのだと、まあ、美少女ゲームのねアペリアみたいな感じで、なんかふざけてるけど真剣みたいな感じのもありますね。はい、これはね本当に面白すぎてめちゃめちゃ大好きな作品になりました。ファンディスクだとね、その本編で、まあ、一応敵ポジションだったね SS の3人が攻略対象になるっていうことで、それがねまたまた良かった。もうやっぱねレイちゃんが一番好きでした。はい、トーカもねイフコもすっごい可愛かったんですけど、もうみんな好きですね。もう抜き足しキャラ誰でも付き合える、みんな可愛かったです。まあ、特にね可愛いなって思ったのが、こっちのねファンディスクで立ち絵が増えたススコ可愛かったっす。あとはね水引ちゃんめっちゃ良かった。水引ちゃんは本当に可愛い、うん、友達になりたいですね。まあね、っていう感じでね、先月は抜き足し2の方をプレイしてました。今月末にね、ファンミーティングイベントもあるので、そちらもね、すごい楽しみです。はい。そしてね、もう月末はずっとポケモン。もうポケモンのためにね、スイッチライトも買ったので、ずっとやってたんですけど、まだね、図鑑が終わってない。年度入り終わって、で殿堂入り自体は発売した次の日に終わったんですけど、なんかちまちまワイルドエリアでレイドバトルが面白くて、レイドバトルしたりとか、あとは何匹かね育成してたりとかで結構時間を使って、なんでまだ図鑑完成してないのかって感じなんですけど、こんだけやってて多分ね動画を投稿する頃にはもう図鑑も終わってると思います。あと80匹なので、なのでね今日も動画撮り終わったらちょっとポケモン捕まえる旅にね出ようかななんて思ってます。いや今回ね想像以上に面白かった。剣と盾、今まで赤青緑から一応ね全部やってきてて、今までもすっごい面白かったけど、今回なんかすっごいまたなんかハマったんですよね。キャラクターも良かったのもある、キャラも良かったし、話もストーリー自体もねすっごい良かった。なんか王道感ある感じで、ちょっとうるってくるところもあったりとか、ストーリーも良かったしキャラもいいし、まあ、大好きだったポケモンがリストラされてしまって使えなくなってしまったっていうのは結構悲しくって引きずってたんですけど、まあ、でもなくなっちゃったとはいえね、新しいポケモンもいるし使ってみたいなってポケモンもたくさんいるので、図鑑終わったらゆるくねまたポケモンをやっていこうかなと思ってます。ポケモンは対戦動画を見るのがすごい好きで、ずっとね結構見てたんですけど、動画を見ててもあんまりねすごいポケモンバトルが得意ってわけじゃないので、頭も悪い方なので、オーラスの時にレーティングまあちょいちょいやってたけど、まあ、それでも1650くらい前後でずっとうろうろしてるみたいな感じで、結局ねフレ戦だけやるみたいな感じだったので、今回ねもうちょっとできればいいなとは思ってます。
好きなポケモン使ってね楽しくやりたいなと思ってます。ちなみにまだパーティー完成してないんですけど、とりあえず環境どんなもんかと思って多分開始して3日後ぐらいかなレンタルパで潜ってみたんですけど、最初から入ってる雨組のやつ使って潜ってみたんですけど、普通に初手ミミッキュの研磨ダイマックスでボッコボコにされました。いやミミッキュどこ行っても強いですね。はい、っていう感じで今日は以上になっております。今日も見てくれてありがとうございました。失礼いたします。